違うの？なんだこれ。廃墟だよね。それも廃墟だよ。あそこに繋がったのか。
こいものがあります。あと今この辺でパンしようか。そういうわけでもないけどな。特に痕跡はありませんね。こんなに高いとこもあるけど、これは分からん。
信念がまだあったらしい。あんまり家から離れておけば現役なんだね。こちら祭壇です、ね、ん？この一木は古いのが何か意味があるね。野森さんかな。これが仮装するとこですね。祭壇と守んなのかな人って。この石は墓石なんだろうね。花が倒れちゃっとって読みは造花だなこれ。流しのパイプがつまらない、はい、うん、現役です。ちょっと無縁塔を見ましょうか。飛んでるの台風のせいかね。増加だとやっぱあの散らばったままになっちゃうんだよな。昭和8年、うん、あ、仏さんの増加
新しいのもあるね、結構。つまり出てっちゃったっていうことか。のようですね。顔が動かしておりますな。仏様ですね、これは。よいしょ。道がはっきりしてればいいんだけど、そうじゃないからね。あれ、あれだ、落っことしちゃうとこれじゃん。っていうか全然時間わからんで、やっぱり。多分15分ぐらい経っとるよな。これはタンク？水か？温泉か？なんか、あ、なんか立っとる。廃墟ですかね。これはアスファルトだから、元は舗装してあったのか、そこに竹がボンボン生えてきたっちゅうことか。すんごいな、自然の力。だから4時20分ぐらいに切り替えるな。廃墟ですね。お、なんだ、変えるか。あ、この水に入ってるわけだな。で、これってトイレの跡？かもね。うわ、消防のホースだよね。なんか底抜けそうで怖いな。やべえ、ガチの廃墟じゃん。
これはコンクリートするかこれ。気になったら怖いな。うわぁ、浴室ですね。大浴場って感じですか。この辺が更衣室かな。あれでもここ俺知っとるよ。こんな方角だっけ。もう廃墟ですね。うん、前に来た場所だ。こんな方角にあるんだっけ。何これ、布団。こっちの方がちょっと小さい。そうですね。何年ぐらいまで使われてたのか知らんけど。これが更衣室だったりかな。なぜ布団があるんでしょうか。ここで寝とった人がおるってこと？怖いよ。こんな方角だっけ？でもなんか全然感じが違うんだけど。確か墓地の裏から行ったよな。ん？この石の並びは池が作ってあったってことか。すごいね。滅びの跡っていうか。倒れとる。これはちゃんと道を選ばんと帰れんぞ。なんとなく庭園っぽくしてやったんでしょうね。あ、なんか太鼓橋みたいなのもある。よし、帰ろう。帰るっちゅうか。方向感覚が全然わかんない。
だから向こうにも多分同じのがあるんだよな。ここから行ったんだね。行ってないか。あぶうるさい。これ登ってもどこ行くかわからないな。さて公園の方へ行きますよ。20分までだっけ。河原が、あっちもなんか廃墟っぽいものあるの。ゴミ捨てただけか。あれあんまりごそごそのとこに入りたくないよな夏は。あ、檻があるな、檻が。あれは獣の檻だな。問題は何かこの辺にも道っぽいものがあるよ。ちょっと崩落しかかっとるけど、怖いなおい。全部腐っとるじゃん。あ、これは木だな。
幼稚園の椎茸です。取らないでください。そうなんだ。それはそれは。といっても椎茸って木に植えて1年では生えてこんでしょう。2年か3年ぐらいかかるよね。次の世代のために残しとるっていう感じですか。なかなか。こら。はい。ということはここは道じゃないんだな。なんか道っぽいものがなきにしもあらずだけど、あとで下から来てみよう。滑りそうな。大丈夫か。そろそろ時間じゃね。切り替えたい。バッテリー、ああこれじゃない、しまったな。こっちは2番でしょ。だからうっそ、20分からだから50分、結構車が通った気づきはあるな。トイレ。縄が張ってある。
ソメイヨシノ別れとるな。残念ながら。こっちはそうかな。ベンチが巣箱だよ、巣箱。またまた一段と綺麗になっておりますな。草も刈って、うん、いいじゃん、いいじゃん。あの辺に簡易水道があるんだっけ。で、これが昔のご神体だな。 C の木だっけ。えれ、手の甲を取らないでください。もう季節は終わってるけどね。養生山に行く道はこの裏だっけかな。この辺から入るかな。お、まだ？カエル？カエルだね。これだな。よし。あ、カブトムシのおいしそうな匂いがしますが。いかにもいそうなひび割れ。まあ専門じゃないか、取らんけど。うん、いても不思議はない。はい、次。うん？とはいうものの、だいぶ道がなくなりとんな。稜線でいいんだっけ。この下あたりにお堂の跡があるんだっけ。帰り、こっちから行こうか。よし、よし、よし。あれ、道が分かんない。
稜線行きゃいいはずなんだけど、これか、これだな。ああ、もう靴脱げる。なんちゅうか、アボが押しつった時もつっとんとんだよね。怖い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 。人を刺すアボだよね、やっぱり。こいつは。さすがに行者と険しい場所にありますね。だが、もうてっぺんも見えてるし、どっちことはない。あれ、まだ使う。見えました、あれですよ。その昔にこれを建ててお参りをしとる人がおったんだからね。それは敬意を表しますわな。いやー、着いた着いた。休憩。
ここも木がなかったら見晴らしいんだろうな。あれ休憩だよ。ちょうど5個が刺す感じですね。勝手にタイマーが動いてますが、もうちょい明るく、うん、石に掘ってやるのか。石に掘ってやるのか。だいぶ花が途絶えて久しいようですね。まあ仕方ないよね。険しいし。ちょっとなろう、ちょっと回しておこうか。あ、いててて、何分今35分。この裏にも何かあるんだよね。あれなんでそんなにピコピコ言う。ダメだ。ちょっと目立たない場所ですが、
方針様ですね。ちょっと木がか枝がかぶさっちゃっとるけど、あ、なんか今ちょうちょう来た。来よっしゃ、よいしょ。あれ、はい、よいしょ。屋根だったのか、ここでって。すっかり崩れちゃっておりますね。もう一個なんかありそうな囲いがしてある石が、あれは何だろう。あ、石じゃなくて瓦なんだ。小さな祠だな。登れない。よいしょ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 。なんか穴が開いとるけど。どっか降りるな。うわ、山を下ります。公園に戻りますね。何分？ケーブルがないから結局引き継げねえな。しまったな。そこまで計算したらなかなか。
痛い痛い。犬の散歩に確かに良さそうな公園ではあるね。よいしょ。なんだかんだ言ってやっぱきついな。降り切れるかよ。この辺だっけ？そこ絶壁じゃん。絶壁はまずいので。どこだっけ？ああ、ありますね。降りましょうか。ちょっと、その前に休憩。そこがまずきついんだな。降りるか。
もう50分だな。よし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 。はい。中断団子。あ、そっか。そっか、お湯でか。うわぁ、もう完全に崩れちゃったな。手をかけるわけにはいかんねえな。よし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 。険しい。険しいな。あれが住職の。天岩寺の、天岩寺の跡です。これが可能だったと思うんだけど、完全に崩れちゃっておりますね。追い倒しや。中には何も残ってないでしょ。うん。移設されたしてはるからね。今日写真を撮りますか。なんでピコピコになるの。はい。さあ、下のに出ますよ。ああ、10分前。道なの？いや、道だとしても、そこから誤送だからちょっと嫌だな。だから上登ろう。やっちゃった。さて。
なんか札がある。あ、昨日がないか。よっしゃ、出よう。怖い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 。おんち、熱い。川越しその辺にお寺があったらしいけど、ちょっとわからない。痕跡が少なくて。とりあえず外へ出ます。この辺からだっけ。そうだな。まぶしい。うん。この辺にもなんかしにく、虫が詰まりそうな感じだね。うわ、倒木ですか。こんなもんがあるっちゅうことだ。あ、そうか、向こうに道を作ったのか。なるほどね。まぶしい。めっちゃまぶしい。うん、そうだね、つながってるね。で、下ります。うん？人おるかな？
で、ここから椎茸に行けるんだっけ？ちょっと確かめてみようか。いや、手もがかなりのやぶですが、あった、つながったね。オッケー。あった。ちょっとこっちには回ってこないから行っとこうか。ちゃんと花が備えてあるという。ああ、よかよか。で、こっちが獣なんですね。あの山形地の大杉山。この辺に確か上がった。大枠さてと、どうぞ。やばいかも。なんでここに？普通どうやだろう。さて、よし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 。
なんて夏休み中じゃなかったっけ。どっちにしても通過するのみですよ。ユリだ。結構ショックつかんだっけ？このユリは。いいんだけどね、綺麗で。さて、どこに立てんだ？あ、これ予想よりもだいぶ小さいな。これは工事の時に多分入らんのね。まあそういうこともあるな。よし、そうか。なのかな。稲穂が綺麗ですね。よし、てこれがそうだろうな。
帰るか。あぜ道ですよ。よし、あれ？もしかしてこっちの方が近道？行ってみよう。登りきついわ。あんな調子や登山なんて全然ダメだな。トレーニングしなくっちゃね。ちゃんとした道だな。はあ、よし。